カリ・サダナガ1000石は、核戦石の一種で、サダナガ1000石グループに属する。化学組成は、K CA、CA2、MG3AL22 で、単車小系に属する。1984年に、愛媛県明神島で、島崎秀彦らによって発見された。同時に、愛媛県湯気島から発見された、核戦石と共に、シリカに極めて乏しく、一家のイオンのサイトが、 ナトリウムよりカリウムに富むという特徴を有している。命名は東京大学の鉱物学の教授であったサダナガ量1日ナム。当初は2価のイオンのサイトが鉄に富むユゲトウさんがサダナが繊維種としてマグネシウムに富む明神島さんが駆動サダナが繊維種として発表されたが1997年の故障の改定によって一価のイオンのサイトがカリウムに富むものは カリの窃盗語をつけることとなり、本鉱物もカリ駆動さだが繊維一種と呼ばれることとなった。さらに2012年の改定により、二価のイオンのサイトはマグネシウムを主とするものが基本となったため、本鉱物は駆動の窃盗語が除かれ、カリさだナが繊維一種と呼ばれるようになった。島崎、H、文の M& 小沢、T、さだいてマグネチをさだいて、 ニューシリカ、プアーメンバーオブカルシックアンフィボールフロムジャパン、アメール、ミネラル、69、465から471。ありがとうございます。